ヘザー・ナウ・アートヘザー・ナウ・アートは、アメリカのジャーナリスト。元国務次官、国務省報道官。ヘザー・ノー・アート表記も見られる。マウント・バーノン・カレッジを経て、コロンビア大学ジャーナリズム大学院で、ジャーナリズムの修士号を取得した。フォックスニュースや ABC ニュースで、記者や司会者として働いた。ドナルド・トランプ大統領お気に入りのテレビ番組の、一つ、フォックスフレンズの司会者だった。 2018年3月13日より国務次官、また2017年4月24日より国務省の報道官を務めている。2018年12月7日、トランプ大統領よりニッキー・ヘリー国連大使の公認に指名された。しかし外交経験のなさを懸念する声もあり、2019年2月16日に指名を辞退すると表明した。米国務省の報道官に 女性キャスターフォックステレビ出身。朝日新聞。2018年3月31日閲覧。ABC、フォックスニュースキャスター、米国務省報道官に。スプートニク、https コロンスラッシュスラッシュ j p s p u t n i k n e w s c o m スラッシュアススラッシュ2017703053401110スラッシュスキャリー。 エディ・フォックス・ニュース・レポーター・ヘザー・ナウルト、ネーム・ド・ステート・デパートメント・スポークス・ウーマン。ワシントン・イグザミナー。2018年9月2日、閲覧。米時期司法長官に、バー氏、国連大使は、ナウアート氏。産経新聞。 https://www.sankei.com/.world/.news/.181208/.wr1812080001-n1.html2018 ーー年12月8日閲覧ナウアート氏、国連大使への指名を辞退、家族にとって最善。 cnn.co.jp cnnhttps コロンスラッシュスラッシュ www.cnn.co.jp スラッシュ USA スラッシュ 35132848.html 2019年2月17日閲覧ヘザーナウアートツイッターありがとうございます